どうも徳永ゆうきです。今日は浅草にやってまいりました。デカデカとくら寿司と書いておりますけれども、まあ、浅草はですねキャンペーンでね浅草養老堂さんとか、キャンペーンお邪魔したりとか、まあ、すごい浅草の雰囲気大好きでございまして、今こうくら寿司になってますけども、以前はね夢町劇場という劇場がありまして、徳永もデビューしてしばらく月に1回ぐらいですかね、ここで公演をしておりまして、まあまあそういった思い出もありまして、で徳永お寿司大好きでございまして、デビューして丸7年になって8年目に突入ということで、ちょっと自分へのご褒美じゃないですけども、お寿司を食べながらですねいろいろお話ししようかななんて思っております。じゃあ早速行ってみましょう。いやー今日は何食べましょう。思ってるほど食べませんからね、僕ね。皆さんが思ってるほど。で、ここがね、劇場のね、いわゆる受付やったんですよ。これね、しっかり消毒、今ね、どのお店もやらなあかんか。行きましょうか。改めて徳永さん、はい、丸7年おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい限りですよ。ここまで来れるって思ってなかったですからね。いつだって歌手なんてね、いつ首切られるか分かれへん、 CD 売れへんかったらね大変、特に今年は大変なご時世の、こうやってね、丸7年迎えられたことは本当にもうたくさんの方に感謝しながらですね、今日はなんでいっぱい食べましょうということで、はい、じゃあ好きに、もうほんまに普通通りですよね、はい、でちょっとちょこちょここちらから話を取らせていただきます。了解です。ビッグラボを実施しますか、しますか、しましょう。ビッグラボを実施しますか、5枚に1回できますから、ちょっと皆さんの分もちょっとこちらに入れていただいて当たりの確率上げましょうということですね。家のね自転車で行ける距離にくら寿司さんがあるんですよ。週1ぐらいで行ってんちゃうかな、一人で。常連です。そうです。だからそこでブログ書いたりとかしますもんね。どうですか、そのいつも行ってる場所とは違う浅草雰囲気。いや全然違いますよ。いやその行ってる店が悪いとかじゃないですけど、こう浅草店だけでしょこれ。この木目調の木をふんだんに使った感じの、なんかくら寿司さんじゃないみたいな、いい意味でね。射的とかありましたよ。なんかこれね、当たりというかそういう射的券みたいなのがあるらしくて、それ出たらできるっていうことなんで、まあいっぱい食べつつちょっとそれもできたらなとは思いますけどね。なんかコロナで大変ですけど、今までなかったことがこうやってさらに便利になってきてる。だって携帯で注文できるますからね。今今日はこうタッチパネルでやってますけど、これはこれも進化しましたよね。やっぱこういうご時世になって、注文の品が間もなく到着します。どんどん来るよ。ご注文の品が、いや皆さんも食べてくださいね、取りながら。なんか俺が出すみたいななってますけど、じゃあどうぞ食べてください。食べてください。食べましょう。まあ、赤貝好きでね、赤貝はもう絶対外さない。ちなみに一番好きなお寿司のネタは何ですか。僕はハマチですわ。ハマチ、ハマチ赤貝で、スタートが赤貝で次ハマチ、次ハマチ。今7年間を、まあ、振り返ってというかデビューから改めてどうですか。いろいろとその、まあ、シングルを出していきつつ、コンサートも行きつつ、まあ、こうやって YouTube も始めつつ、どうですか。いやだからあれですよね、デビューしたもののこうやっぱ歌手なんでどんどん曲を出さないといけないじゃないですか。果たして次の曲出せるのだろうかなとか、やっぱそれは毎回ね、今でもそうですけど、これで最後にならんのか大丈夫かとか、
そういう不安はやっぱ常にあって、こう曲出すことが当たり前みたいな感じになっちゃってるからあれなんですけど、新曲レコーディング してる時から次の曲ってどうなるんやろうとか、出せんのかなとか、いやいや今その曲頑張れよって話なんですけど、そこはね毎回やっぱ不安というか気にしてるところではあって、でまあまあ皆さんの応援もあり、こうやって順調にCD を出せてるんですけど、でも歌以外にも本当いろんなことをチャレンジしてきて、まあ、今年も舞台にチャレンジ出演させていただいてますけど、本当に歌のみならず鉄道もありお芝居もありいろんなことを経験させていただいて、本当充実なこのデビューしてからの丸7年過ごさせていただいてるなっていうのはやっぱ思いますし、まあいろんな方の出会いがありご縁があり、決してやっぱり一人でここまで来れる道のりではないので、本当にたくさんの方に支えていただいて今があるんだなっていうのはやっぱ思い返すといろいろと思い出しますね。まあでもなんやかんやでやっぱりレモン歌ってからですよ、ガラッとちょっとなんて言うんでしょう、自分の歌手人生が、うん、いい方向に向いたなっていうのはありますよね。レモン歌ってそこで今までいなかった年齢層のファンの方が応援しに来てくださったりとか、そこはねやっぱあれはすごい大きな転機ではありましたね。で、まあ、そこからこうポップスを歌うようになり、徳ちゃんのポップスを聴いてみたいとなり、いろいろと挑戦はしてますけども、やっぱりね、むずいですよね、ポップスって。やっぱ小さい頃から演歌歌謡曲で慣れ親しんできたので、その分やっぱ難しく感じますよ。で、この前、なんかテレビでやってましたよ。60、70になったら演歌を聴くようになるのかっていうのをやっとったんですよ。でやっぱり僕はその小さい頃から両親の影響、祖父の影響で演歌を歌うようになって好きになって、ずっと演歌を聴いてたから演歌が好きで、やっぱ体に染みついてるんですって。で今の60代70代の方々、まあ年配の方々って、自分が若い頃に流行ってた曲も演歌とか昭和歌謡だったんで、今もやっぱその何だろう、体が演歌歌謡曲の多分そういう曲調がを好んで聴いたり歌ったりするっていう、だから10代20代で決まるらしいですよ、その人の好きな曲調とか。だから多分僕たちがおじいちゃんおばあちゃんになったら、多分今の時代の曲がそのまま多分なので、だからやっぱり僕も10代20代でポップスを歌ってたらポップスを歌ってたようになってたと思うし、そうやっぱ確かにそうなのかなって思いましたね、テレビ見てて。だからそれをやっぱ覆して、今までポップス聴いてたけど演歌っていいよねってこう気づかせられるような歌手になりたいですよね、若い世代の方に。でもまだデビューして丸7年、まだまだですよ、デビューして丸7年とか言うと、まああっという間っちゃあっという間ですけど、言うてやっぱ先輩方は50周年とかもう何十周年と、そこまでこの道を極めて歩み続けてる方、先輩がたくさんいらっしゃいますので、まあ、まあそういった方々の背中を見ながら追ってですね、まあ、これからも演歌歌謡界盛り上げられたらいいなっていうのは思いますよね。今回出てきた車輪の夢は完全にそのザ・演歌っていう系統ではないジャンルとして出てるわけなんですか、ね、そういう意味でもなんかその方向性を、まあ、完全に変えるわけじゃないですか、はい、少しずつ変えていっている本人の意思としてはどういう心境なんですか。いや、 やっぱり演歌歌いたいですよ、率直に言えば、うん、でもやっぱ時代の流れといいますか、皆さんが求めるものにも応えていかないといけないし、まあ、だから別にね今じゃなくても今後まだ演歌歌わせていただくチャンスあるかもしれないし、まあ、それはそれで
その時の流れといいますかでしょうね、うん、レモンですよ、それもおそらくね、今回みたいな新曲のちょっとまあバラード調、まあ、ポップス寄りですけどを求める方もいれば、演歌歌ってくださいよって演歌を求める方もいらっしゃいますし、そこはねやっぱ本当僕自身もすごい難しいとこで、やっぱ皆さんの期待にお応えしたいっていうのはあるんで、でも幅広くやっていくのもいいけど、どっちかに偏るとやっぱりそれはやっぱダメだと思うんですよ。ポップスも歌うならチャレンジしてみて、で演歌もやっぱ僕やっぱ演歌好き、演歌小さい頃から聴いて育ってきてるし、もうじいちゃんばあちゃんに囲まれて育ってきた分があるので、やっぱ演歌も好きやし、やっぱそれを聴いてる方々はやっぱ徳ちゃんに演歌歌ってほしいっていう方々もたくさんいらっしゃるんで、皆さんが言うこと分かりますもん。最近ポップス多いなとか思ったりとか、あ最近演歌ばっかりやなみたいな、最近ポップス歌ってへんなとか、逆に演歌歌ってへんなとか思うんやけど、やっぱ皆こう今の方々が求めてるのはやっぱポップスの方が多いですよね。そこはもう僕自身も分かってるとこなんですけど、うちの事務所ほら演歌歌手がいないじゃないですか。でだから正直言うと、だから演歌のことを周りの同期とか周りの方々に比べると、まあ、正直弱い部分はあると思います。けどその代わりにやっぱり、まあ、僕も鉄道好きとかっていうのもありますし、また違ったところから攻めていける、で師匠とか先生もいないので、ここはだから一つの強みだなとは思いますよね。でもあれですよね、バランス、これもバランスがむずいんですよね。歌以外のとこ出過ぎちゃうといつ歌歌ってんねんって言われるし、逆にコンサートとかねイベントで地方行ったとしてもテレビ出んかったらあいつ何してんねんみたいな、生きてんのかみたいな感じにもなりますから、そこはやっぱ何事もやっぱバランスですよね。歌うジャンルにしろ、僕もあれですもんね、このままで大丈夫なんやろうかなとか思うことありますもんね。だって実家帰って近所の人たちは、ゆうきくん最近演歌歌ってへんねって言われると、そうなんすよねとか、そこはね確かにおばちゃんの言うてることは間違ってはないんだよな、演歌歌手やねんけどな、最近なんかバラエティばっかり出てるやんとか言われて、まあそうなんすけどね、いやいやまあ歌も頑張りますって言って言うんですけど、まあでもね、それは自分の思い通りにいかんことの方が多いわけであって、だからこそ頑張れるみたいなところもありますよね。演歌もっと歌ってくださいとかありますし、いや分かってるんですけどね、そこは重々分かってるんですけど、新しいこう世界をこうチャレンジするっていうのも大事ですし、でそれでまたファンの方が増えるかもしれないし、だから皆さんのお気持ちは重々分かるんですけど、自分で思う時もある、あ最近演歌歌ってへんなとか、そもそも歌自体歌ってへんなみたいな時ありますもんね。なんか鉄道番組ちょっと連チャンしたりとかで、出たら出たでなんかワンフレーズ歌ってダーンってなるしみたいな、でもまあ楽しみながらできてるっていうのは、そこはもう間違いないので、いやいややる仕事なんて絶対面白くないし、コンサートできない、イベントができないっていうのがね結構痛いですよね。やっぱコンサートとかだってね、コロナになる前なんて多分地方何個もコンサートとかイベントあったんですけど全部白紙なって、でこの間やっと出雲行ったけどそれっきりやもんね。地方行って、ま、でゆるキャラグランプリとか行って、ね、ゆるキャラグランプリはあくまでもゆるキャラのイベントなんで、の中でのステージなんで、僕単体のあれじゃないので、歌ってる姿、歌ってるところをやっぱり見てもらいたいっていうのはありますからね。早くこのねご時世がちょっと収まってほしいなっていうのは、あと始球式やりたい
めっちゃ話変わったけど、まあ、それはもちろん阪神ですね。阪神あとね、始球式1日駅長まだね、47都道府県全部回りきれてないんですよ。もしかしたら見てるかもしれないですよ。ぜひとも1日駅長と、ぜひともどこかでチャンスがあれば、始球式に関しましては阪神がいいんですけど、まあでもそんなん言うてたらね、あれですから、まあ、僕あの野球も野球自体が好きなんで、あの1回だからマウンドで投げてみたいっていうのはあるんですよね。なのでぜひ、それか阪神甲子園の駅長をやるか、あと行ってないところがねあるんですよ。まだ山口とかで多分歌ってないんですよ。通ってはいるけど、よろしくお願いします。本当に駅長始球式ぜひともお願いいたします。それかあのショートストップとか、あのウグイス城もうよろしくお、ね、よろしくお願いします。4番パンパンパン、どっち、みんながいるから早い早いテンポが。あ、来た、やった、勝って出てくるね。お、お、待って、どっち先行く、こっちか、これ誰、射的、バッチとこの当店浅草店限定大当たり射的輪投げ券、もういけたわ。いや帰らんけど。YouTube を始めてどうですか。あそこがこうやのに、あれはこうやのにって言うのが一番嫌なんですよ。じゃあ別に今のじゃなくて、ほら、いろんやっぱ歌い手やからさ、いろんな人と比較されるわけよ。あの人こうやのに徳永さんは違うとか、あの人こうやったか徳永さんはやるでしょみたいな、そういうのが一番嫌なんですよね。比較、普通にもう徳永の歌の世界を楽しんでほしいっていうだけであって、なんかこの人も歌ってるから徳ちゃんいけるやろとか、だから歌もそうですし、キャンペーンの時とかもあの子はああやったのに徳永さんはしてくれないんですねとか、そういう人がたまにいるんですよね。だからそういうのじゃないやんっていう、これ歌えるからこれ歌えるやろみたいなとか、YouTube および、はい、まあ、徳永ゆうきさんのファンの方々にコメントをください。はい、本当にたくさんの方に応援していただき支えていただいて、丸7年という月日を、なんとか過ごすことができました。とはいえまだ8年目に突入ということで、まだ8年目に突入なので、先輩方がしっかり気づいてくれたこの演歌歌謡界の道をしっかりと歩んでいきながらですね、またいろんなことにチャレンジしてですね、この YouTube とかもそうですけども、またいろんなねジャンルの歌にもチャレンジしていきたいなと思います。僕の歌を素直に楽しんでいただけたらなと、徳永の歌の世界を楽しんでいただけたらなと思います。まだまだね至らない部分がたくさんあるとは思うんですが、また一人でも多くの方に歌を届けられるように、8年目に突入した徳永もですね、一歩一歩突き進んでいきたいなと思います。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。改めてのお願いになりますが、まだチャンネル登録されてない方はぜひともチャンネル登録していただけたらなと思います。今日はくら寿司さんにご協力いただきまして、たくさん
いただきました。倉敷さんにもぜひあの浅草ロックスのこの浅草店の方にぜひ遊びにお食事しに来ていただきたいなと思います。すごいいい雰囲気で射的もできます、輪投げもできますので、ぜひともまた近くお寄りの際はぜひともお越しください。ありがとうございます。射的か輪投げどちらかということなんで、射的ですね、やっぱり男の子は射的チャレンジしたいなと思います。うわ、どれしよう。いきます、スタッ。みんな球見失ったけど、あ、そっち。2発で終了ってことですね。2発で終了です。じゃあまた当ててきます、はい、ありがとうございます。